アンネマルグレーテハウスケンはノルウェーを代表するオリエンテーリング選手であり、世界選手権、ヨーロッパ選手権、ワールドカップのいずれでも優勝経験がある。オスロ在住、ウォック2008スプリント表彰式、左からカウッピ、ハウスケン、ヤンソン、同年のワールドカップ総合表彰でも三者同様の順位だった。ハウスケンが最初に、 世界選手権の舞台で入賞を果たしたのは2005年のウォック2005でのことだった。スプリント競技でシモーネ・ニグリ・リューダーに次ぐタイムを叩き出し、銀メダルを獲得する。同大会では、リレー競技でも銀メダルを得た。2年後のウォック2007では、リレー競技で銅メダルを獲得。そしてついに金メダルを獲得するのが、その翌年、ウォック2008でのことである。 スプリント競技でみんなカウピア、ヘレナ・ヤンソンを上回るタイムでフィニッシュし、見事に世界の頂点に立った。翌2009年、ウォック2009でもリレー競技で金メダルを獲得している。また、ワールドカップでは2005年に総合3位、2008年に総合優勝を果たしている。ハウス圏は2008年にベンツピルスで開かれたヨーロッパ選手権で大きな成功を収めた。 スプリント競技ではヘリウッコラを3秒差で制し、またロング競技ではロシアやスウェーデンのライバルたちを制し2冠を達成した。ハウスケンがイークでメダルを獲得するのは2002年にスプリント競技で銅メダルを得て以来のことだった。ハウスケンはジュニア時代にスキーオリエンテーリングでもその才能を遺憾なく発揮した。 1996年のジュニア世界選手権で金メダル1枚、銀メダル1枚を獲得している。ありがとうございます。